三重県から初の J リーグ昇格を目指す社会人サッカーチームビアティン三重を番組で応援するゴー J ビアティンのコーナーです。今日はキャプテンの谷奥健志郎選手とチーム在籍2年目の寺尾健介選手にお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いします。お願いします。そしてビアティン三重トータルアドバイザーを務める樋口志郎さんとともに今日もお伝えしてまいります。樋口さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速、おとといホームで行われたリーグ最終節を VTR で振り返ります。サポーターの中心で選手たちにエールを送る山口和沙さん、この試合を最後に2年務めたコールリーダーを退任します。まあ、いろんな選手たちの後押しをして、まあ、熱くなれたこのビアティンという素晴らしいチームに、まあ、感謝っていうのと、まあ、その感謝の気持ちをもう今日はコールリーダーとして最後の試合でもう恩返しというかそういうものをしたいと思います。最終戦の相手はリーグ2位のエイラック滋賀。この試合でビアティンに勝てば J3 との入れ替え戦に臨める大一番。スタジアムには滋賀からも多くのサポーターが駆けつけ、両チーム合わせて2000人を超える観客が集まりました。ビアティンは試合の立ち上がりから滋賀に押し込まれます。前半5分、コーナーキックからのボールをゴール前でつながれ失点します。早い時間帯で追いつきたいビアティンは前半9分、コーナーキックからのボールをエフライン選手が頭で合わせるも相手ゴールキーパーに阻まれます。ビアティンは勢いに乗る滋賀を止めることができません。前半15分、ボールを奪われると一気に攻め込まれ失点、リードを2点に広げられます。前半9分のチャンス以降、シュートを打てていないビアティンでしたが、ワンチャンスをものにします。前半29分、エフライン選手が菅野選手にボールを落とし、ダイレクトで田村選手へ。田村選手の今シーズン8点目のゴールで1点差に詰め寄り、前半を1対2で折り返します。後半、ゴール裏のサポーターに向かって攻めるビアティンがボールを持つ時間が多くなります。後半12分、コーナーキックのチャンス、田村選手の同点ゴールかと思われましたが、オフサイドの判定でノーゴールに。後半18分、ビアティンは大竹選手と藤沢選手がピッチに入ります。ゴール裏のサポーターもコールリーダーを中心に選手たちにエールを送り続けます。後半23分、安西選手のロングパスに大竹選手が抜け出すもシュートを打つことができません。後半40分、ペナルティーエリア内で大竹選手が倒され PK を獲得。大竹選手が自らペナルティーキックを決め同点に追いつきます。その後、互いに決定機を作るも、試合は2対2の同点で終了。ビアティン三重の今シーズンの戦いは、リーグ10位という結果で終えました。
コロナ禍でコールリーダー引き継いでゴールラーの皆さんがまだちょっとコロナ禍っていうこともあって少なかったんですけど、まあ、今見てこうやって見てたくさんの人たちがみんなに、支えられてるなと思いました。2年間というわずかな短い間でしたけど、ありがとうございました。本当にビアティンのおかげでここまで熱く、最後まで応援することができました。まあ、どんな時でも僕たちは、後ろから応援をしてますし、もう本当に信じてますんで、これからも、熱く僕たちをさせてください。お願いします。はい、ということでビアティン三重リーグ最終戦引き分けでシーズンを終えたということになりました。谷奥キャプテン、最終戦振り返っていかがですか？この試合は2000人以上のファンサポーターの方に来ていただいたの で、 そうです、ね、まあ、やっぱりどうしても勝ちたかったっていうのが本音です。ただ2点ビハインドの展開からよく追いついて、最後の最後もビッグチャンスあって頑張ったんじゃないですか？そうですね、まあ、本当に皆さんの後押しがあったので最後なんとか追いつくことができましたけど、まあ、さらにもう1点取って勝ちたかったです、うん、ですね、はい、ということでビアティンは今シーズン10位ということでシーズンを終えたわけですけれども、谷奥選手、1年振り返ってどんな思いでしょうか？まずはやはり J リーグに昇格できなかったっていうことで悔しい思いが一番にありますし、はい、自分自身キャプテンとしてもっともっとこのチームのためにできることはあったんじゃないかなというふうに感じています。ただ共にこう戦ってきた選手たちのことは、この1年のことどう思いますか？もう本当に選手全員、スタッフも含め J リーグ昇格に向けて精一杯やったのはもう間違いない事実なので、うん、そこに関しては胸を張ってますし、はい、これから先のビアティにつながるなというふうに感じています。そうですよね、はい、寺尾選手、はい、寺尾選手は今シーズン振り返ってどうでしょうか？そうですね、個人としてもチームとしても苦しいシーズンにはなったんですが、天皇杯では、まあ、最後グランパスに負けちゃいましたけど、うん、その試合も含めて皆さんに楽しんでいただけるような試合ができたので、ぜひ来シーズンは、はい、それをリーグ戦で出せるように。そうですね、頑張りたいですね。そして J に向かっていこうと。そうですね、いうことになるわけですね、はい、そして寺尾さん、退任するコールリーダー、はい、山口さんが、ね、泣いていました。どんな風に感じましたか？そうですね、もともと熱い方っていうのも分かってましたし、何より試合後の僕たちがバスで会場出ていく時のお見送りの時に、はい、まあ、勝った試合ももちろんですけど、負けた試合ですごい励ましの言葉をかけてくださったんで、はい、やっぱりそういった方たちのためにもしっかり結果を残さないといけないなと思いますね。そうすると2年間コールリーダーを山口さんを務めたわけですが、寺尾さん、間違いなく山口さんはじめサポーターの皆さんのその声、応援、力になってたわけですか？そうですね、やっぱりサポーターさんの声があってのこの前の試合も追いつけたと思いますし、はい、夏場ラインメール青森戦でロスタイム逆転した試合もありますし、はい、やっぱすごく力にはなってますね。そうですよね、はい、谷奥さん、はい、山口さんの言葉聞いてどんなことを感じましたか？もう本当にこの2年間ホームアウェー問わず、サポートしていただきましたし、まあ、すごく印象に残ってるのはゴール裏にすごく子どもの数が増えて、みんなすごく楽しそうに応援してくれてて、はい、それが本当に自分も嬉しかったですし、はい、ビアティン三重が子どもたちにも浸透してきてるなっていう風に感じてとても嬉しかったです。でもそれが選手が目指してきたもの、チームが目指してきたその姿ですよね。そうですね、それを山口さんが引っ張ってやってくれたと思います。そうすると本当によくコールリーダー務めてくれたという思いかと思いますけれども、はい、山口さんに何かこう伝えたいことないですか？はい、山口さん、2年間ありがとうございました。山口さんのおかげで素晴らしい応援をしていただきましたし、はい、子どもたちもたくさん楽しそうにしてくれましたし、本来、まあ、ビアティ三重のある姿、本来というか、はい、ビアティ三重のある姿だと思います。これからも、これからのビアティ三重にもつながると思うので、
本当に2年間ありがとうございました。はい、山口さんお疲れ様でした。そしてコールリーダーをはじめサポーター、地域の皆さん、選手ともに戦った今シーズンでした。リーグ順位表をご覧いただきます。ビアティンミエは今シーズン28試合を戦って9勝8分け11敗とリーグ10位でシーズンを終えました。静岡県のホンダ FC が4年ぶり10度目の優勝を果たしました。そしてビアティンは負けた11試合のうち10試合が1点差だったということです。樋口さん、はい、改めて今シーズンのビアティン三重の戦いぶりと、そして今後に向けての思いなどありましたら聞かせていただけますか。そうですね、チームの空気とかトレーニングの内容とか、は本当にしっかりやってくれていて、はい、非常にいい状態だったと思うんですが、やっぱりそれがまあ結果に結びついてないと。ですから、まあ、正解が分かればいいんですけども、やっぱりもっとチームの中の競争を高めていくっていうか、やっぱそこのチームの中の緊張感とか、はい、そのシビアな競争がある中で勝負強さっていうのが出てくるのかなというふうに感じています。でもう一つはやっぱりリーグ戦の中で連勝するっていうところですね、はい、やっぱり1回勝って2回勝ってまた負けてではなかなか苦しいと思うので、はい、やっぱり連勝する勢いが出てくるような部分がないとなかなか昇格ができないのかなというふうに感じますね。ですから連勝するためにもチーム内で競争も作っていかないといけないですし、っていう樋口さんからキャプテン、もう来シーズンに向けてという意味で厳しめの私はこうコメントかなというふうにも思ったんですけれども、はい、キャプテンどんなふうに感じますか。いやもうおっしゃる通りだと。そうですか思います、うん、はい、うん、まあ選手がもっともっと求めていかないとやはり昇格には届かないと思いますし、はい、今言っていただいたようにやっぱチーム内の競争のレベルをもっと上げて、まあ、もっともっとより高みを目指して一人一人やっていくべきだと思います。ですからまさに選手みんなが本気になって来季こそ J を掴んでいこうというこうビアティン三重ということになります。この後もゴージェビアティンまだまだ続きます。僕たちの未来に生み出していくんだ。引き続きゴージェビアティンのコーナーです。谷奥健志郎選手、そして寺尾健介選手に今日はお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは今シーズンで現役を引退した寺田選手と退任する樋口監督のインタビューをここでご覧いただきます。選手たちは、仕事しながらとか厳しい環境の中でも常にいいトレーニングをしてくれると、高いモチベーション、いいコンディションで、トレーニング来てくれて、いいトレーニングをしてくれました。そして試合でベストを尽くすと、そういうサイクルを、ね、2年間本当に回してくれて、サッカーに取り組む真摯な姿勢っていうのは素晴らしいものがありました。そういう意味では僕は本当この充実した2年間でしたね。ただそれを、ね、結果に結びつけるのが僕の仕事で、それができなかったのは本当に悔しいし残念な思いですし、応援してくれる皆さんに期待に応えられなかったことは今本当に残念な思いでいます。三重県からまだ J リーグのチームがないという思いで、僕もそれをなんとか達成したいという思いで就任しました。志半ばで去りますけども、三重県には本当にポテンシャルがあると思います。だからこそこのクラブがビアティンが、その象徴としてでもやっぱり J リーグに上がってぜひ三重県のサッカーを牽引していってほしいし、ますますのクラブの発展をね、外からになりますけども、ここ応援したいと思ってます。お疲れ様でした。悔しいことがたくさんあった時期もありましたが、皆さんの支えがあったからこそ何度も立ち上がった壁を乗り越えることができました。7歳からサッカーを始めて約23年間幸せで最高なサッカー人生でした。今日は僕にとって新たなスタートラインです。これからも
感謝の気持ちを持って自分らしく進んでいます。ビアティン三重を通してすごくいろんな方々にの愛情をもらいましたし、もう感謝の気持ちでいっぱいです。サポーターの声援のおかげで自分もすごく助けてもらいましたし、自分のプレーからサポーターの方から、勇気をもらったり してるっていうことを聞いたので、まあ、本当にサッカー選手としてここまでやってきてよかったと思いますし、皆さんの応援にすごく感謝しています。本当にありがとうございました。はい、ということで谷奥選手、はい、谷奥選手は寺田選手と同じディフェンダーということになるわけですけれども、はい、寺田選手のことどんな風に今感じていますか？いや、もう彼は本当にチームのために体を張るっていうことが彼以上に体現できている選手はなかなかいないと思いますし、まあ、本当に素晴らしい選手だったなというふうに思っています。寺尾さん、はい、寺田選手ってものすごくこう真面目で、ま、どっちかというとこういじられキャラみたいな空気もあって、はい、本当いろんな人に愛されてたと思うんですけれども、どうですか？そうですね、本当に素晴らしい人柄で、本当に誰からも愛されるような、本当にもっと一緒にサッカーしたかったですし、引退はすごい寂しいですけど、はい、まあ、ぜひ次のセカンドキャリアで、うん、絶対必ず成功すると思うので、うん、頑張ってもらいたいです。本当ですね。さあ、そして井口さん、はい、弟の安弘監督ですけれども、退任ということになりました。どんな言葉をかけたいですか？そうですね、まあ、もうプロの世界ですのでね、もう結果出なかったことに対してはもうしゃあないなというところですね。でも、まあ、そのビアティンのサッカーっていうものの、その地盤をですね、はい、作ってくれたのかなというところはありますので、まあ、しゃあないけどご苦労さんやったっていう、そんな感じですね。ねえ、はい、選手はひたむきに戦ったという話、そして三重県にはポテンシャルがあるということを安弘監督ははっきりとおっしゃっていました。これ間違いなく次のシーズンにつながる言葉ですよね。よくそれは言ってましたね。やっぱりサポーターとビアティンのこの関係性とか、うん、JFL の中でこんなチームないぞと、はい、だからもうあとは結果だけやってんけどなと、はそういうふうな感じの話はよくしてましたね。ぜひともお二人にも安弘監督への思い伺いたいと思いますが、谷奥さんいかがですか？まあ、安弘監督とは2年間プレーさせていただいたんですけど、まあ、毎日練習に行くのが本当に楽しかったですし、樋口監督の姿勢だったりサッカーに対する情熱っていうのは本当に素晴らしいものがあると思いました。で、まあ、ただ一人の人間としてもすごくこう尊敬できる方だったので、多くを学べた2年間だったなというふうに思っています。寺尾さんは？そうですね、僕も2年間すごく楽しくサッカーできましたし、うん、毎日練習が楽しくて、本当に監督のために勝ちたいって思ってたんですけど、はい、まあ、なかなか結果が出せず申し訳ない気持ちですね。うわ、このお二人のコメント聞いてるだけでも樋口さん、ものすごくいいチームだったんですね。そうですね、うん、まあ、その中で結果っていうところが本当シビアですね、勝負の世界は。はい、この悔しさをなんとか次のシーズンにつなげていっていただきたいと思います。改めて寺田選手お疲れ様でした。そして樋口安弘監督、本当にありがとうございました。それでは最後に寺尾選手、谷奥選手にテレビをご覧の皆さんにメッセージいただきたいと思います。まずは寺尾さんからお願いします。はい、今シーズンも応援ありがとうございました。なかなか結果は出ませんでしたが、皆さんの応援がすごく力になりました。ぜひ来シーズンは、昇格して皆さんと一緒に笑ってシーズンを終えれるように共に戦いましょう。そうですよ、はい、そう。じゃあキャプテン、はい、最後力強くお願いします。はい、今シーズンも
熱い応援ありがとうございました。樋口監督と過ごしたシーズンで僕たちはより J リーグに近づいたと思っています。まだまだビアティンミエの J リーグに向かう道はこれからだと思いますので、来シーズンも熱い応援よろしくお願いします。確認します。キャプテン、はい、来季こそはやってくれるということでいいですか？やりましょう。期待しています。谷奥健志郎選手、そして寺尾健介選手、1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。